なたでしたか。まさかわざわざ私に会いに来たのですか。ええ、剣を抜いてください。では準備が整ってからまた来てください。あなたの剣術が衰えていないかこの刀で確かめてあげます。もちろんです。刃を交えるとき刹那は永遠に変わるのです。どんな言葉よりも簡単で直感的な方法と言えましょう。自分の存在を確認できる方法でもあります。あら、もう分かってしまいましたか。よく似ていると思ったんですが。まあいいです、回りくどい言い方はやめて率直に言います。何せ私の一振りを耐えられる者はそういませんから。それにあなた、私との手合わせを嫌がられたらどうしようかと思い、断りの言葉が聞こえないということは同意したとみなして大丈夫ですね。ではば帰ってきていたのです。ちょうど本日のせおはようございます。さく旅の道はまっこんにちは。何か私に相談で。おはよう。旅の途中で困ったことがあったら。震えなさい。